全ロシア博覧センター、全ロシア博覧センター、全ロシア博覧会センター、全ロシア展示センター、ベザーオジースキービストボシュニーセンター、オール、ルシアエキシビションセンターは、ロシアの首都モスクワにある、常設の博覧会場。経営の主体は、全ロシア博覧センターで国営の株式会社、ゴズドルステベンヤクトナナーノワブシチェストボである。略称は、VVC。1991年国際博覧会、祭典連合、IFNI。1997年広域博覧会、産業協会、FIIにそれぞれ加盟している。2014年ソビエト連邦時代の VDNKH または VDNH に名称が戻る。全ロシア博覧センターの起源は1939年の全ロシア農業博覧会、ZZ、ベザスイスナイアセルスコ、コジーベナイアビストベカ、VSKHV、オール、ユニオンアグリカルチュラルエキシビションである。その後、農業のみならず、科学、技術、文化、その他国内産業の分野に展示を拡大することが決定され、1954年から1958年にかけて第2期及び第3期工事が決定された。第1期とも言うべき全ロシア農業博覧会の段階では仮設のパビリオンが設置されたが、第2期、第3期工事では、センター内に、当時のソビエト建築の域を凝らした常設パビリオンが多数建設され建築物の実験場の様相を呈し始めた。1959年ソ連国民経済達成博覧会、J、ビストベカダストリーニーナレットナボコージー、バ、略称、VDNH、さらに縮めて、VDNH、VDNKH、エキシビションオブアッチベメンツオブザ、ナショナルエコノミーに名称を改め再開された博覧会場は第二次世界大戦後のソ連社会主義体制の展示場としてようなプロパガンダの役割を担った。1989年までに博覧会場には82のパビリオンが建設された。これはソ連の各共和国や国家機関の維新保持のため多額の建設予算が計上されたことも影響した。各共和国のパビリオンとしては、ウクライナパビリオン、ウズベキスタンパビリオンなど、各民族の伝統様式を盛り込んだものも多い。ニキータ・フルシチョフは、モスクワのパビリオンが、ウクライナのそれに見劣りすることに気分を害して、モスクワパビリオンの充実を図ったが、その後、今度は、ウクライナパビリオンが零落すると、リニューアルを命じている。フルシチョフは、ウクライナ共産党の第一書記を務めている。また、猫の目のように指示を変更することでも有名であった。その中には、技術パビリオン、1954年建設、宇宙パビリオン、1966年、原子力パビリオン、1954年、人民教育パビリオン、1954年、ソビエト文化パビリオン、1964年などの、特定の産業分野ごとのパビリオンがある。ソ連時代、VDNHは毎年300以上の国家及び国際博覧会と多数の研究者、起業家などのセミナーや会議が行われた。また、様々なイベントが行われ、毎年約1100万人の国内利用客、60万人の外国人がVDNHを訪れた。レイディオエレクトラーニックスパビリオンは、統一電気、コンピュータシステムのパビリオンで、コンピュータの働く、極めてユニークな住宅モデルを提供している。博覧会場入り口の凱旋門のすぐ横に、ベラムーヒナ作の巨大な、労働者とコルホーズの女性、Rabochiy i Kolkhoznitsa像が立っている。この、鎌と槌という社会主義建設の象徴を持つ彫刻と、その台座となっているパビリオンは、1937年のパリ万国博覧会のソ連パビリオンを再現したものである。労働者とコルホーズの女性像は高さ25メートルのステンレス製である。この像はロシア最大の映画スタジオ、モスフィルムのロゴとなっていて、多くのロシア人に親しまれている。ソ連崩壊を経て、1992年、全ロシア博覧センターに名称を変更した。ただし、VDNHの略称は現在でも使われている。現在では、従来の展覧会のほか、遊園地やショッピングセンターもあり、モスクワ市民の憩いの場、買い物の場となっている。一方、地方や外国人を目当てのスリなども多く問題となっている。なお、現在大規模な国際的な展示会はほぼモスクワエキスポセンターで行われている。75周年となる2014年の名称が復活し、パビリオンの修復が始まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。